れた淡い翼、君は少し青すぎる空に疲れただけさ。もう誰かのためじゃなくて自分のために笑っていいよ。依然として忍び寄る孤独、内側に積もる暴走く息は奪うに豪華のシャンダリアとは裏腹に足りない言葉の闇を何で埋めたらいいんだろう。もうわからないよ。せめて夢の中で自由に泳げたら、あんな空もいらないのに。昨日までのことを踏みつぶさなくても明日に向かえるのに。濡れた淡い翼、君は少し青すぎる空に疲れただけさ。死神、それは現世の霊的守護者、この世に満ちる善悪入り混じった魂魄を監視する魂のバランサーである。カラクラ町を襲撃したアランカルトの激闘の果て、辛くも撃退に成功したヒツナヤたちであったが、大きなダメージを負ってしまう。イチゴは内なるホローに打ち勝つべく、バイザードの元に向かい、キラコたちと来るべき決戦に向けて自らを鍛え直すのであった。その頃、ソウルソサエティから姿を消すまでのアイゼンたちの痕跡を調査していた浮竹が、アイゼンの真の狙いを発見する。決戦は冬、それまでに我々は力を磨き、おのおの戦の支度を整えよう。いきなり危ないやろが、保持時間が伸びてんやったら先にいい。どっちがいきなりだよ。ギリギリまで我慢しこつったらてめえだろうが。グダグダ言ってる暇ないで、次や次。遅い言うてんねん。どうや、保持時間が 0.5 秒伸びたらしい。おうおう、大した進化やの。こんだけやってたったそれだけ。やっぱ才能ないんじゃないの。みんなよく飽きずに相手するよね。しゃあないやろ、とにかく今はこのまま続けるしかないんやからね。お兄ちゃん、まだ帰ってこないね。ほっときなって、そのうち忘れた頃に帰ってくるって。忘れた頃ってカリンちゃんいつも忘れてるの。ものの例えだよ。そうだ、心配ない。あの年頃は常に周りに反抗して外に飛び出していきたいもんなんだ。どういうこと。父さんも高校生の頃は世の中の全てが敵に見えて、家を飛び出して夜の校舎をさまよい歩く、遠くの海まで出かけて青春の雄たけびを叫んだものだ。じゃあお兄ちゃんも。きっとどこかで夏が去った海を見ながら発情期の心の上を満たしているに違いない。何度も言うけど思春期な。そうなんだ。まあ本当にそうかは分かんないけど、一二のことだからきっと大丈夫だよ。さあ、ご飯食べよう。うん、わかった。そんなことより、なんでルキアちゃんが帰ってこないって。実の息子よりそっちの心配か。ルキアちゃんなら学校の課題で忙しいから、当分織姫ちゃんのところに泊まるって連絡あったよ。ルキアちゃん、せっかく娘が増えたと思ったのに父さんは悲しいよ。うっさい、怖いでないでさっさと食え。それじゃアバライは当分浦原キスケのところか。ええ、何のかんの言って、あそこが気に入ってるんじゃないんですか。居候も二度目だから結構慣れてるみたいだし、チャドに修行をつけてるって話です。案外楽しんでるのかもね。アランカルどもの力を考えるとこちらの戦力も大いに越したことはないからな。でこっちはどうします。聞くまでもねえだろ、俺たち自身の力をもっと高めねえとこれからの戦いには勝てねえ。そうですね、イラつくけどアランカルたちの強さは本物ですから。上等じゃねえか、それでこそ楽しい戦いができるってもんだぜ。いかにもあんた好みの展開ね。まあな、松本てめえも技磨いとかないと生きてソウルソサイティに帰れねえぞ。わかってるわよ。あ、いけない、こんな時間、早く行かないとお店が人でいっぱいになってゆっくり選ぶことができないじゃないの。
なんだ見せて。私町の様子を見てきますね。買い物じゃなかった、何か変わったことがないか常にあたりに気を配っておかないと。今買い物つったろ。じゃあ隊長行ってきます。あの野郎は全く人の話を聞く気がねえな。せっかく現世に来てるんだし楽しまないとね。あ、これかわいい。すいません。可愛くて迷っちゃうな。よし決めた。すみません。はい、それ全部ください。あー、やっぱり現世はいいわ。おしゃれな服はたくさんあるし、何よりソウルソサエティより断然安い。あ、ここにもいいものたくさんあるわね。よし、ここも覗いてっちゃおうっと。いらっしゃいませ。へー、いろんなものがあるのね。あ、かわいい。すみません、これください。ありがとうございます。包まなくていいです。会員放送にご協力ありがとうございます。これで。あ、1万円すか。両替してきます。ん、何これ。カラクラ町北11ブロックに反応。これはホローか。なんだ。ただのホローだろ。だったら俺たちがわざわざ行く必要はねえな。そうだね、近くにはランギクさんがいるようだし。じゃあいつに任しとけ。しかしやかましいな、さっきから。妙だね、何の音だろう。もう私が一番近いじゃん。お待たせした。ちょっと待ってて、すぐに戻ってくるから。え、なんでもないの。あと頼んだわよ。わかったビシー。何？え、何？なんでもないビシ。え？気のせいだビシ。ちょっと。なんすか？消えた。うん？何なの？あ、コンパク？来いよ、俺がやっつけてやる。ちょっと、あんた何を。うるせえよ、邪魔だおばさん。あのガキ。あんたの叶う相手じゃないわよ。何この冷圧。この冷圧ホロじゃない。こいつはアランカル。何？アランカルにしちゃ冷圧が濁ってるわね。邪魔だ、弟子の邪魔すんじゃねえ。あ、逃げなさい。うるせえ。何するの。逃げるの。ほら離せよ。つまらねえ、
準備運動にもなんねえぜ。ふん、一角の相手じゃなかったみたいだね。隊長、弓地か。フォローの冷圧パターンが急に変わったので急いで駆けつけたんだが、松本、油断しすぎだぞ。すみません、でもこの子が。へっ、ババアのくせに子供に叱られてやんな。おばさんはともかく、ババアは許さない。今のはアランカルかい。ああ、だが冷圧が濁ってたし、生体じゃねえな、ありゃ。レベルはどうあれ、アランカルだ。アイゼンが意図的に送り込んだと考えるべきだな。意図的ね。ひとまず、ソウルソサイティに報告する。それじゃあ、この生意気なガキ、混走しちゃいますね。混走ってなんだよ、おばさん。おばさんならいいと言った覚えはないんだけど。待て、松本。あのアランカルのことをそいつにも聞きたい。混走するのはそれからだ。まあ、隊長がそう言うのなら。へえ、お前隊長なのか。そうだ。信じらんねえ、俺と年変わんねえじゃん。やっぱり混走してやろうか。あ、ちょっとお客様、現世ではスキンシップが大事と聞いてるべし。いや、ちょっとこんなところで気にすることないべし。いや、気にしますって。いいからやるべし。何、うん、ちょっと待っててくださいね、すぐ立ってきますから。おかえりべし、今いいところだべし。お待たせ。ケンシは唇です。お姉さん、あったあった、これこれ。どう、新しいアランカルを現世に送り込んできた。いえ、室谷隊長がそんな兆候がなかったかどうか調べてほしいと。アイゼンが何か動きを見せているということか。どうなさいます。報告の分析が先だな。ここから先は俺がやる。わかりました。ああ、混走だとかソウルソサイティだとかわけわかんねえよ。おっさんたち何言ってんの。おっさん、この僕に向かって何ということ。ガキから見たらお前もおっさんってこったろ。いちいち気にすんなよ。いや、許せない。おっさんという響きが美しくない。やれやれ。おい坊主、眩しいんだよこの丸ハゲ。丸ハゲ、ズラかぶれよズラ。なんだドラ、てめえこっちがおとなしく知らすぎほど言いやがって。やかましい。あのね、お姉さんたち君に聞きたいことがあるの。だからおとなしく質問に答えてね。ふん、話が終わったらその後あんたはソウルソサイティってとこに行くことになってんのよ。ふん、行かねえよそんなとこ。大丈夫、別に怖いとこじゃないから。俺は絶対行かない、そういう決まりなの。行かないっつったら行かないんだよ。俺にはまだやることがあるんだ。来いよ、俺がやっつけてやる。ちょっと、あんた何を。質問を変えよう。あのアランカルモドキが現れた時、笛のような音が聞こえなかったか。そういや聞こえてたな。どうだ。聞こえたけど。で、あいつはお前に何か言ってなかったか。何にも、ただガーッとかって吠えて襲ってきただけだよ。そうか。どうも、こいつにこれ以上聞いても何もわかんないんじゃねっすか。どうやら偶然あの場所に居合わせただけみたいですね。そのようだな。仕方ね、混走するぞ。え、やだよ、俺まだこっちでやることあるんだ。どこにも行きたくねえよ。決まりなんだ、わがまま言うな。やだ、やめよバカ、離せよ。隊長、ちょっと待ってください。さっきの今でこの子も混乱してるんだと思います。せめて一晩様子を見てからでも。おばさん。おばさんじゃなくお姉さん。わかった、松本、この件はお前に任せる。ありがとうございます。やれやれ、物好きなこった。とにかくアイゼンの目的がわからない以上、用心に越したことはねえ。警戒は怠るな。はい。じゃあ俺たちは戻ります。どうするって？うわっ！こら！人のものを勝手に持ち出すんじゃないわよ！あ、チェ、ケチだな、おばさん。あたしの名前は松本蘭菊。おばさんじゃないの。蘭菊さんとお呼び。
あんた刀を持ち出して何するつもりだったの。あんたたちには関係ねえだろ。関係なくないの。私たち死神はあんたたち魂魄を保護するのが仕事なんだからね。これは私たちにとって命と同じくらい大事なものなの。あんただって大事なものを勝手に持っていかれたら嫌でしょ、うん、じゃあ謝りなさい。え、悪いことをしたらごめんなさいって謝る。当然でしょ。じゃないと。あ、分かったよ。ごめんなさい。ランギクさんは。ランギクさん。やらしい。そういえばあんた名前は。じゃあ家族は。なんであんなところにいたの。なんで何も言わないのよ。それじゃあこっちでやらなきゃならないことって。探してる奴がいる。誰。どうしても会わないといけないんだ。だから誰に。この町は今危ないの。さっきの化け物、またああいうのがいつ出てくるかわからないのよ。そしたらあんたじゃどうやったって叶わないんだからね。せめて名前ぐらいは教えなさいよね。翔太。豊川翔太だよ。そっか、翔太か。あの音だ。この濁った冷圧、夕方のアランカルモドキと同じ。マニキュア塗った五本指を着飾った。そして輝いたのはなんと自分自身だった。ファンの音は人魚のよう、またそれを超えた頃帰らない音などない。松本の技根がの調子おかしくねえか。変な行動してるっつうか、変わった言葉遣いしてるっつうか。そう、こんなもんじゃないの。誰が用意してくれたんだよ、お前らの技根が。うちの副隊長。あ、怪しい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。アランカル大百科。今日はアランカルの残白刀解放のお話や。アランカルの残白刀は彼ら自身の力の核を刀の姿に封じたもん。刀の解放は真の姿の解放を意味するんや。ちなみにグリムジョーの本間の姿はな。俺が残白刀を解放しようとするといつも邪魔が入るんだよな。次は誰に邪魔させようかな。